久保さん、今回企画の木にしましょうか木企てる企むことをしようと思い立つ目論もクロむ計画するらしいですねこのペットボトルすごいですね80万回ぐらい回してるじゃないですか1号もありますね1号は22万回ですねうんそうなんかちょいこの人なんかすごいですねなんかなんか昔からずっと とやってるけど、10年前から YouTube やってるけど、ちょいちょい、ちょいちょいっすね。<laughs> ちょいちょいやってますね。ちょいちょい。更新頻度ちょいちょいだけどずっとやってますね。なんかね。うん。モンスターエナジーで大回転。結局300円ゲット。大回転。これ2000回回してますね。うん。 シュールな感じで。うん。うねやってみればいいんですけどね。みんなやらないからね。<laughs> だからやっぱやら、なんでやらないのかな。まあ今、まあ、ね、僕もあのいろんな動画見るんですけど、うん、あ、こんなのもあるんだ、こんなのもいけるんだ、みたいなね。うん。まあ知らないのか、知ってもやらないのか、ちょっとわかんないですけど、 まあ久保さんと僕はやってるんでね。いろいろな動画を <laughs>。うん。このペットボトルはやってないですけど。うん。これはちょっとやらないですけど、ね、僕は。うん。チャリンコあるけどね。うんあ。でもやってみてもいいな。ちょっと暖かくなりますあの、30、30万のチャリでペットボトルマフラー作ってみたみたいな。いいかもしれないですね。ちょっとやって、やってみようかな、これね、うん。で、やってみようかなと思ったときやるかどうかですね。 それが多分分かれ目だと思いますけどね。ちょっとこれベンチマークしときますよ。うん。ちょっと。ありがとうございます。はい、これでやってね、実際に回ったら、何万回とかね、わかんないですけど、回ったらね、もう久保さんのおかげですね。<laughs> おかげなんだけども、やった僕のおかげっていうね。<laughs> うん。まあよくね、その、あ、この前も熟成さんと対談してて、まあ吉谷さんのおかげですみたいな、ね、言われたんですけど、 なんかそのその人、その塾生さんはね、別にコンサル入ってるわけじゃないんですよ。まあ、ドリアカには入ってるんだけど、まあ、久保さんもそうですけど、速下塾に入ってる人がいます。即下塾で提供してる講義っていうのがあると思うんですけど、別にその、なんだ、一人一人にカスタマイズして、まあ、即下塾多分ね、3000人ぐらいいるんですか結構いると思うんですよね、うん。人数は多いと思うんですけど、じゃあ3000人に一人一人カスタマイズして、あの なんだ講義作ってるのかっていうと多分それはないと思うんですね。ポータルサイトが一応あって、まあ、そこにまあ講義があってそれをみんなが見るっていうのがベースとしてあると思うんですよ。で一応まあ提供はしてるけれどもそれを見,るみ見て勉強するのも熟成さん次第それを見て実践するのも熟成さん次第じゃないですか。だから結局、まあ、僕はきっかけにしか過ぎないよとやったのは俊英くん君って子なんですけど俊英くん君が その別に俊平君に特別にそのカリキュラムをねあの提供したわけじゃないし、まあ、同じ講義を提供してるよとで俊平君は何だうーんまあ報告もらってるけれども一番講義を見たし勉強したしやったしだからじゃないっていう別に他の塾生さんも俊平君と同じ講義見てるし <laughs> ただ報告もらってる中では 多分日本一ドリアカを勉強して日本一やあのドリアカのことをちゃんとやってんじゃないかなっていうのはまあお伝えしあの、まあ、言ってますけどうんだ講義もねその寝落ちするまで聞くとかねもう 10, 10回も講義も同じの聞い,て聞いたりとかねすり込んでやってるんでだいたいその 多分まあ僕のこれは予測ですけど稼げてない人ってまあ講義一回聞いてへえみたいな感じだと思うんですね何回も何回もすり込んで落とし込んでそしてそれを自分のメディアでこう発信していくっていうのはやってないと思うんですね、うん、だからそれをやったかやってないかっていうだけであってだから聞いてもやらなかったら何のあれでもあれですし、まあ、このペットボトルに関してはまあぶっちゃけにその一回見れば分かるじゃないですか まあそのね、幼稚園児だったらそのペットボトルをそのこのチャリンコにつける,やりちつけるとかはたぶん難しいと思うんですけど大人だったらこれたぶん映像見れば、ま、なんかできるじゃないですかたぶん指も自由に動くからねうんねそう、はい、ペットボトルマフラー3号機っていう名前でやろうかな 4号機、5号機とかできますよね。<laughs> うん、こうダブルダブルマフラーとかね、ダブルマフラーと言います、ね、両方にペットボトルかましてとか、あのぜだか4今度4本前輪と、前輪と後輪にも全部つけるみたいな。うん、爆音、あの、ペッ自転、あの、なんだ、自転車、爆音ペットボトルマフラーとかね。 まあここから派生してねいろいろとなんか自分のエッセンス入れてもいいだろうし、うん、そうあとねあの僕が好きなチャンネルでねあのこの古谷優作チャンネルだとかあるんですけどこの,この人はプロデューサーなのかなあの人をね怒らせる方,方法っていうね そうこれはさあのちゃんとキャスト用意して、まあ、撮影してこれ DVD のやつを YouTube に持って,てきてるんですけど結構古いんですけどこの人を怒らせる方法っていうのが200万回ぐらい回ってますね人を怒らせる方法 <laughs> どうですか人を怒らせる方法って需要あるんだみたいなね <laughs> まあちょっとまあコントみたいな感じでやってるのでまあ面白いっちゃ面白いんですけどシュールな感じでねでこの人もね長いんですよ もう 10YouTube の最初のアップロードは15年前ですねこの人めちゃめちゃ古いですうんそう,そうだから15年後にでチャンネル登録10万人この前行って1年前に行って銀の差で届きましたみたいなねアップしてたんですけどうんうこの人を この企画面白いですね。多分ね、ダイレクト通販とかも、この人が企画してたのかなダイレクト通販みたいなのがあるんですよ。ダイ、じゃダイ、ダイレクト通販。違うな。あの、ダイレクト通販じゃなくて、あ、ダイナミック通販だ。このダイナミック通販も面白いんですよ。多分ね、これ、多分ダイナミック通販もここかなとは思うんですけどね。うん。 ダイナミック通販まあまあ面白いですけどね多分ねこの人だと思うんですよねプロデューサーが <laughs> 古谷優作さんですねうん古谷優作さん映像ディレクター日本の脚本家 やっぱプロデューサーっすね。うん。あ、じゃあダイレクト、これは違うか。うん。あ、うんこの漢字ドリルとかも作ったのか、この人。うんこの漢字ドリルとかすごい売れたと思うんですよね。うん。書籍、うんこ漢字ドリル。これめちゃめちゃ売れたと思うんですよね。うん。そう。古谷古優作さんのチャンネルですね。うん。 人を起こさ怒らせる方法 <laughs> そう、うんうん。はい。まあやってみることですね。いろいろと。はい。言ってらっしゃい。